来たぞ、ボルラン。その男の屍の前で今一度我が物となりに来たのか。貴様兵を引かせた。一人でも勝つ自信があるということだ。なぜ俺をつけ狙う。お前の望みはスルドブリガに勝利することじゃないのか。俺の望み、俺は望みなどせぬ。元すべては我が物。当然貴様の死もだ。だが嬉しい。どういう意味だ。貴様には欲にまみれた人を倒れ、素晴らしの種をあっさり仕組もうとした後悔が改めてこの手で切り刻めるのだからな。急いで、これだけのために月夜をさらい人々を生贄にしたというのか。貴様には効果を持つ。くじゃくるな。ただ解放のため俺はお前を倒す。ならば俺は貴様の屍の上に君臨し、だがその前に存分に楽しませるがいい。獲物か。披露となる。どこが隠しやがって。私が捕らえる。一瞬で隙を切ってくれ。この戦闘に外さないわ。避けろ。避ける。あっそこだ。やったか。今が好機だ。行って。あがくがいい。緑の魔法だけじゃないぞ。お前の負けだ、ボルラン。今すぐ外の奴隷を生贄にするのをやめろ。早く。
負けだと。何？バカめが。ということ、アルフェンだけじゃなく、なんでボルラーンにまで王の紋章があるの？それに、奴が王なら、これまでのスルドブリガは一体。どうやらどこかに大嘘つきがいると見える。Yeah!
何を褒めている。倒れないのかよ。勝利、大いに、すべて俺が手にして当然。手が食らうな。俺が踏みつけ支配する。他は早い。貴様は死ね。ついに全部のマスターコアが揃ったわけか。これでどうすればいいんだ。すべてのマスターコアを一箇所に集めれば、その時点でレナス・アルマが誕生すると聞いている。じゃあ、あとはシオンのを置けばいいんだね。それで、茨からも解放されるのだな。どうなってるんだ。これだけじゃダメなのか。まさかこれすらも。アルフェン、後ろだ。お前は何？何なの？これは。なんだ？マスターコアが。闇のマスターコアなのか。アルマとはダナのご属性ではなかったのか。それをどうする気だ。アルマ、
終わったのか。いや、始まったのだ。あれから一月、俺たちはまだガナス・ハロスにいた。支配者がいなくなっても、ペレギオンの人々の心の解放は遅々として進まなかった。レネギスの不気味な沈黙の下で、俺たちはその対処に追われていた。二人の王、あの赤い女とレナス・アルナ。300年前と解放されたタナと消えたボルラーンの死体、戦い続ける気持ちに変わりはない。それでも俺は息つく間もない忙しさをどこかありがたいとさえ感じていた。